ね、着いたね、ここだけに。ほら綺麗、ほら綺麗、綺麗な階段。朝日が出てきて、匂いが濃い緑の匂いしてます、はあ、そして僕はまた函館山に登ります。タバコやめてから約2週間経ちます。そして喜んで発表したいことがあります。酸ヶ湯の左側の斜面を思い切り登っても前みたいに疲れない。いいことだね。おはようございます。青森のミハイです。今日も函館山登ります。前回は鹿島スタジアム、それから札幌ドームの話を皆さんに伝えて、けどもう一つ大事な話があります。妻にオリンピック後に帰ってくるなと言われた時は、2週間ぐらいどうすればいいか考えながら、そうだ、これはいいチャンスだ、ずっと前からやりたかったキャンプに行けばいいんだと思って、いろんなキャンプに行きました。ドアが一つ閉じれば窓はあります。その窓を見つけることは大事だね。ずっとキャンプに来たかった僕は、この話があったから、よし、これはチャンスだ、このチャンスを使ってキャンプ行きましょう。東京から帰ってきた時は、1日は自分の家の駐車場で寝て、暑くて風がなくて大変でした。なので次の日は函館のスカイユキャンプ場に泊まりました。もちろん大好きな函館の場所なので、ちょっと待って、おきれい、大好きな函館さんなので文句はないけど、初心者の僕にはいろいろありました。食事は自分で作って、東京行く前からいろいろ買ったカップラーメンとパックに入ってるライスとかを準備して食べてたんだけど、テントで寝ることはあまり知らなくて、一人で勝手にいろいろやりました。よかったんですが、思ったより1日目は寒くて16度しかなかったんですね。まあ家と比べて全然気持ちよく寝れたんだけど、その夜雨いっぱい降って、自分のテントを木の下、木の影のところに作って置いてきたんだけど、それはなぜか昼間暑い時はテントが影にあった方がいくらか涼しいかなと思って、テントはその木の下に立てたんだけど、夜になって雨が降ってきて、その雨が葉っぱの上に落ちて、そしてその葉っぱから大きな、さらに大きな敵になって、僕のテントの上にタカタカタタ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 、すごいリズムがわからないタイミングで雨がテントの上に落ちて、いつ寝ればいいか、どの敵と敵の間で寝ればいいかわからなくて、その夜はなかなか寝れなかったんです。やっぱり話しながら登ると疲れるね。強い印象で思い出に残るのはスカイユキャンプ場の雨の音ですけど、他に素晴らしいことがいっぱいありました。例えば朝日の青空とか濃い霧、そのキャンプ場にいた知り合い、それから知り合いになった方々とか、今考えれば素晴らしい思い出だ。いい勉強いっぱいありました。テントはちっちゃいんだけど、今日は一人じゃなかった、もう一人います。どこ、ね、おはよう、よく寝れた。おお、風強いね。けどこの中に風はない、気持ちいい。準備して歌るべ行きましょう。暑くなったのでちょっと着替えますか。大岳は
雲の中だ。あ、さっぱりした。酸ヶ湯のキャンプ場を離れて次は青森県で最も有名なキャンプ場に行きました。それはウタルベキャンプ場です。十和田湖のそばにあって気温がちょうど良くて人もいっぱいいて湖もあって山もあってっ虫もいっぱいありましたね。ウタルベで一つ覚えたのはだいたい夜の5時半から7時半ぐらいの間に虫は活発に活動しています。なのでその間に温泉にいた方がいいんじゃないかなと思って2日間その時間帯にできるだけテントの近くじゃなくて温泉に行きました。いきなりウタルベのマイナス点を言いましたけどそれ以外のマイナス点はなかった。ありました。2日目は朝の4時ぐらいカラスに起こされました。そしてそのカラスの鳴き声がもう歌ってるような声で、今朝日見てって言ってるな。もうまあとにかく虫はどこのキャンプいても同じです。そしてその時間帯をちゃんと分かってそこにいなければ虫殺さなくても大丈夫なので、8時になるともうみんな虫がいなくなって多分おねねタイムが来るのかな。とにかくなくなります。それはどこのキャンプも一緒です。虫はあるのは当たり前です。そしてカラスが朝忙しくなるのは当たり前ですけど、それ以外のことは朝起きた時はもうずっと夢で見たような景色が素晴らしかったんです。ここも綺麗だけどね、ほら。とにかく朝テントのジップを開けた時は目の前に十和田湖が広がってました。そして波もなく風もなく、今日もちょうどいい環境で自分で作ったコーヒーを飲むのがもう夢のような話だった。本当に私がここにいるのか、夢じゃないか、僕はまだ寝てるんじゃないかともう一回目を開いて見てました。そしてそこのキャンプ場にあった札幌の方たちとか十和田市の方たちとか東京から来た方たちと岩手とか、もちろんちょっと離れたところで話しましたが、あ、そしてムーちゃんにも会いました。ムーちゃんはそのキャンプの VIP でした。ムーちゃんはこの子です。初めてカエルは可愛いと思いました。だって歩き方はこうだもん。この歩き方は可愛くない？人間みたいに歩いてる。そしてとろい、とろくて可愛い。あーわ、ちょっとペットボトルにダイブしちゃったね。大丈夫かな、ね、びっくりしたね、びっくりしたね。大丈夫、暑いか、暑いか。はあ、10時だ。おえだら昼食べよう。いて今日までいろいろ食べたんだけど、初心者の私は料理とキャンピングは今日これ作りました。この中に入ってるのは米、それからお茶漬け、それからキノコと野菜の
インスタントのスープも入れてみました。ここにまたキノコのクリームスープ。もうキノコが増えた増えた。いただきます。うん、あり、まあ、野菜もあってキノコもあって、うん、米もあって炭水化物もあってうまい。午後はグリランドの速いボートに乗って十和田湖の近くにある秘密な場所とか昔の話を聞きながら素晴らしい自然の中の場所に入りました。目の前の正面の水辺、月のマグマカボシカが水を飲みに来ることがあります。ただ人がいるとですねあまり近づいてきませんけどもね。ずっと東に行くと車でご案内した信号村のヘライのキリスト様のお墓があります。午後は村上さんのサップに乗って暑かった気持ちを一気に忘れてサップから水の中に飛んでサップの練習をして気持ちよかった。ちょっと一回休憩、一回休憩。あー、ここも気持ちいいけどほら。次いたキャンプ場は夏泊まり大島の近くにある椿山キャンプ場に来ました。こちらはフリーサイトなので自由にいつでも泊まれます。八甲田のスカイキャンプ場は一人の料金はテントを含めて1000円ぐらい、ウタルベの方は1400円ぐらいだったんですね。わくほきれい。椿山キャンプ場にいた時は人は少なかったんです。僕の近くに一つのテントがあって、あとはポツポツあちこちテントいくつしかなかったんです。あ、近所さんです。すごい景色だね。今日のベッドから見える景色、海がここにあって僕のベッドはそこ、海があって僕のベッド、海、はあ、もちろん夜は虫が活発に行動するときは汚し山温泉に行って2時間ぐらいゆっくりと温泉に入りました。もちろん大島も行きました。さくらちゃんと大島まで行って島の様子を見に行きました。9月20日にまた行くので皆さんもよかったら9月20日大島でお待ちしてます。制作活動やります。合ってるかな日本語。まあとにかく気持ち分かってくれる方は僕の日本語分からなくても来ると思います。素敵な島をもっと綺麗にします。ここで上からどういう風に見えるかちょっと見てみたいですね。風あるけどちょっと飛ばしますね。どうぞ。待って。こんにちは。すごい。いいね。グッボイですよ。すごい。ずっと一緒に登るんだ。一緒に登りますよ。はい。かわいい。どこでもついていく。いいね。かわいい。いやー、かわいい。か
かわいいんだけど、すごい。頂上のおやつは何ですか？おやつ、何もないな。何もない。あ、一緒に食べるんだ、何か。いやー、かわいい。足滑ってかわいい。かわいいし、この後ろの姿、お尻が、尻尾がなくて、お尻とだけかっこいい。ああ、今飛んだ。何年日本にいますか？今年で19年目。おお、すごいな。僕ちゃんより日本にいるね、私。あれ、僕ちゃんの名前は？ジローです。でもジローさん、なんか疲れましたよ。何犬ですか？コーニーって。コーニー。うん。うん、足短いよ。あの、無駄声とかするんですか？犬によります。吠えるやつもいれば、吠えないやつもいるし。いっぱい来たよ。かわいい、おとなしい。ね、ノーリードでついてくるんです。え、あれノーリードだ。うん、ずっとノーリードでついてきますよ。マジで、すごい。結構つながるんですか？うん。すごい。先月はヘライだけど。あ、ヘライ。特命は行きますけど、いつもノーリード。すごい。なんだね、10分もだないもんね。あの、ザックの中にいるじゃん。ザックの中にいるじゃん。もう歩きたくないって。冬も行きますよ。冬も行きますよ。でもね、冬ね、爪が立たないから、アイゼンあるとこ、登るとこは登れなくなるの。こいつで、ひな岳とか登ったんですよ、春先。おお、すげえ。滑ってね、登れなくなるの。すごい。何歳なんですか？6歳です。お、いた。いや、可愛いんだけど、犬が可愛くて可愛くて、もう GoPro の電池がなくなるかと思って、やばい。やっぱり可愛いね。尾だけがかっこよく見えてきました。そうだ、僕は椿山の話してましたね。朝の4時半はウタルベのカラスはいなかったけど、4時半に多分平内の方から大島の方に釣りに行こうとしてるボートたちが競争してるんじゃないかなと、同じぐらいスピード出して、朝ブーンブーンブーン、みんなが多分もう自分の釣りする場所が決まってるから、やっぱりキャンプにいれば朝早く起きることは当たり前だね。だから三文の徳がある。そうだ、椿山キャンプ場にいる間に朝虫の方に行って、朝虫のセミナーに参加して、どれだけ海の中にマイクロプラスチックがあるか顕微鏡でこう調べて見ることができたんです。びっくりするぐらいマイクロプラスチックが入ってますね。プラスチックだ。はい。で、ここは友達だね。そして私たちは毎日のように相変わらずの買い物をしている。まだプラスチックを買う。びっくりするぐらい。その午後はサップの上に乗って湯の島の一周してみました。湯の島と大島の裏は似てますね。この島2つは箱田さんと同じ時期にできたみたいですね。俺が言ったんじゃないんですよ。神秘的な景色ですね。神秘的はどういう意味か分からないけど、とりあえず使ってみました。合ってるかな。椿山を離れて次は岩木山のふもとのキャンプ場に泊まりました。ここのキャンプ場は敷地内に温泉があって、夜の10時までいつでも何回でも入ることができます。そして朝の6時からまた入れます。ここのキャンプ場はすごい気温がちょうどよくて、あの真夏の31度とか35度あった時でも、あそこのキャンプ場は26度で過ごしやすかった。そして足のふもとはテントの周りにある草が柔らかくて、裸足で歩いてすごい気持ちよかった。今はこうやって晴れてるんだけど、
もう少し大岳に近づくと多分もう真っ白ガスの中に入る。ここの看板に着いたらここじゃなくて右ですよ。あっち、岩木さんのキャンプ場の後には知り合いの中原さんの自然農園っていうところに行きました。たまたまその日は彼がやっている自然農園の3周年のパーティーがあって、みんなでいろんな野菜を集めて、8月8日でした。ここの自然農園では無農薬使わないで自然のままいろんな野菜を育てる田んぼがいっぱいあります。皆さんは生徒さんになってみんなで一緒にその野菜を育って、そして一年中いつでも好きな野菜をどれだけの量でも取りに行くことができます。けど暑かった。その日コンロの近くでいろんな野菜を焼いて、まあとにかく外が暑くて、コンロの近くにさらに暑くて大変だった。川だ、はあ、涼しい。楽しい。すいません、これ何ですか。これベジ餃子。あ、ソーラークッカーね。これソーラークッカー。ソーラークッカー、太陽熱で調理する機械です。あ、もう一個いける。もう一個いける、こういう暑い日はこれをここにセットするんだけど、ちょっとオイルを軽く振るね。くっつくかもしれないからちょっと待ってね、一旦入れて。皮がちょっと分厚くてもちもちして、うん、あ、これちょっと持って。塩、そう、塩、ケイでクッキン、よいしょ、これでキュッと締めて、で、ここの影がこうやって傾けると、アングルがぴったり、アングルがそうぴったりくるわけ。あ、ごめんごめん。はい、これぐらいね。そう。これで多分この餃子だとね、30分でできる。夜はそこの自然農園の庭で寝ました。次の日は起きた時は天気が崩れて台風が近づくことが分かって、もうそろそろ家に戻った方がいいんじゃないかなと思って、妻はまだ帰ってくればダメって言ってるのに帰ることにしました。8月9日からやっと家に戻ったんだけど、僕だけ一人である部屋に泊まって、まあまだ一人暮らしが何日か続きました。話し方だるくなったので、ちょっと後で、また後で話します。キャンプ生活始まったばかりなんですが、ちょっとだけどういうもんか分かるようになってきたので、これからもチャンスがあれば続けたいです。自然の中で自分にチャレンジを与えて、自分の料理を作ったり、自然と一緒になっていろんな勉強をしたいです。こうやって家の中の生活に慣れてきて、すごい便利な生活をしてるんだけど、実際僕がまだ分かってない良さがあるような感じがします。これからもっと自然のことを知りたいです。キャンプ生活は続けたいです。そしてこの度家に帰らないことがきっかけになって、妻に心からありがたく存じます。妻にありがとうと伝えたいです。妻が帰ってきてもいいよと言われたら、多分こういう経験はできなかったんでしょう。妻はなぜ私が帰ってくればダメって言ったのは、僕の中では多分2つの理由があります。1つ目はコロナが怖いので帰ってくるなと言われた。もう1つはもしかしたら僕がベジタリアンになって料理はとっても面倒くさいと思います。でもこれは大きな声で言えないので、僕はこれも理由だと思います。ベジタリアン料理はとっても美味しいです。皆さんもよかったらぜひ好きなようにしてくださいね。それではまたね。
ずつ見えてきた。先まで穴にガス出たのに、ミハイが頂上に近づくと晴れます。晴れた晴れた。そしてこのポールは張った。はい、晴れたね。今から晴れるね。今からもっと晴れるでしょう。ミハイが来たから晴れるんだよ。見てごらん。ジロー、またね。晴れた、ジロー。ジロー晴れた。